ただホッキもらいに来ただけ。ホッキをもらって帰れば十分です。とにかく楽しんで、糸魚の森コースを満喫します。20番以内に入りたいと思います。とりあえず100切りたいです。まあ100ぐらいで100切りたいなと思うけど、楽しく頑張ります。参加するだけです。今日も97番取ります。また100、今日はもう勉強させていただきます。108、今日の目標は110を切ることです。寒さだけですね。寒さだけ。はい、終わりました。豊かな海から生まれたよ。美味しい。100だよ。ちょっと弱気ですいません。一応入賞狙ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。回ってどうするの。どうもありがとうございます。糸魚の森会員募集中。会員になるとお得な特典が盛りだくさん。入会日から1年間有効です。は来ないけど弱くで、はい、8も行きます。そうなのさ、大変ですよ。もう重たくて、もう打ち止めやっちゃった。打ち止め僕じゃないです。打ち止めやりました。今行きですね。はい、どうぞ。ありがとう、ありがとう。いいな。嬉しいね。今日どうですか？出だし。出だしは？素晴らしいんだわ、それが。いいのか？うん。姿勢が悪いんだ。ちょっと社長、そういうのやめてくんない？
ダメだね。ダメ。うん。全然ダメだ。ダメ。うん。ぼちぼち、可もなく不可もなく。昨日よりはちょっといいです。お、したらすっごいじゃないですか。いえいえいえ。今のところは OB 出してません。最悪。最悪。OB やりました。そう、3人なってたんだ。だから調子悪いんだもん、うん、言うな。よく22で回れたね。いや、今日はメンバーがいいから崩そうと思っても崩せない。僕はあの一応ジジババの中で初心者なんですけれども、初心者並みのスコアになっております。しないんだけどね、今日パッとしてんのよ。パッとしてんの。パッとしてんの。おう、ショットイマイチなんですけど、うん、なんとか、うん、残り CD、うん、頑張ってきます。私はダメです、相変わらず。これはダメさ。最後にまたそこでこうやって OB やって、頑張って練習しましたけど、4ばかり。日ありますので、まあ、頑張りますよ。諦めずに頑張ります。
ダメです。いや、最後8っちゅうことやっちゃった。今日は調子いいです、ですね、昨日よりは正解ですね、はい、はい、昨日 OB さんですけどまだ OB 出してませんので、はい、次頑張ります。頑張ってます、はい、今すぐ呼び出してとりあえず、はい、三条さんにしがみつきながらやってます。うん、いや、どうですね、はい、まあ、いいですね、心臓に我慢して、うん、AB も我慢するっていう展開ですね、はい、そら優勝が見えてくる。そうですね、はい、自分の中で。ダメでした、今最後で帯しちゃった。借金いくらぐらい？
ダメです。は、はい、はい、例の9番で OB6 やってきました。沈没。まずまずでした。ひどいです。かなり落とし穴にありました。はい、よくないよくない、よくない、取れなかったん。もうでもね、42件ぐらいも来てるからもうダメなんだ。もう加藤さんにくっついていくの精一杯。もう いやさっきショックだ。今のここ5、最初調子良かったのに6番から崩れてしまいました。ショックです。27だ。いや、2見つかって4見つかった。3取ってすごい調子の方が回った。4です。4です。いつも通り。悪いです。ありがとうございます、はい。
今日はちょっと前半、あ、後半悪くなった。まだ地に足がついてません。浮いてます、浮いてます。ジンクス破ろうと思ったんだけども破れない。ね、OB しましたけど2つ取ったけどチャラです。ないんです。4ばっかり。最初は良かったですけど、もう今ボロボロ。どなたでしょう。
はい、栄えある挙手の優勝。河瀬一子さん、今日は96。おめでとうございます。いかがですか、いくらもいい初優勝ですね。これは大きな拍手をお願いします。栄えある男子の優勝。アクス・スネオさん、スコア96。伊藤さんは2年ぶり3度目の優勝ということになりました。今日は何を良かったでしょう。今日は周りのメンバーもそうですけど、なんか髪型が変わったぐらいロングパットが入りましたね。それはやっぱり練習の成果ですよね。いや、そうですね、たくさん来てますから。今日はいつも初パットが入ってくれましたね。何でしょ、だって男子と一緒だ。男子とどうスコアです、恐ろしいね。何食べてますかね。ね